エヴァンゲリオン日本パイロット、ソーリュー・アスカラングレよ。なんと、とっておきの情報を言うわよ。実は、劇団アニメ座が今年もツアーをやることになったのよ。題名は、劇団アニメ座ツアー2013、アニメじゃない、本当のことさ。ということで、7月と8月2回と9月に1回、なんと4回するのよ。これは新劇場版の4部作にとっても一緒の数字よね。すごいシンクロ率だわ。それに本編でもアスカはパイロットの呪縛とか言うので28歳でしょ。私が29歳だから、これもすごいシンクロ率だわ。このツアーを見ないなんて